はーい、えー、こんにちは、沖縄おばばです。外は大雨でございます。なんかさっきね、 えー、市の方からね、なんか緊急のなんかがあ届いてました。まあね、えー、崖近辺に住んでる人は避難してくださいみたいなことですけど、うちはちょっと崖ではないので大丈夫です。はい。えー、ちなみにですね、expose.com っていうね、exposenews っていうのが英語であるんですけど、えー、ちょっとこれね、あの、そこのページを指定しちゃうとちょっと貼れないので、えー、なんていうのかな。 エクスポーズのニュースのホームを貼り付けておきます。この中に今から言う内容の記事があります。はい。えー、ここにね、あのー、なんて言うのかな。えー、Google さんかなんか の検索エンジン使ってね、飛んでいただくと、日本語に訳してくださるので、えー、Google さん使って飛んでいただくと、お探しやすいと思います。はい、実はですね、えー、これアメリカなんだと思うんですけど、政府のね、公式ですね、公式のなんか、プロファイルかなんかに、えー、あ,あるようなんですけど、えー、あ例のお猿さんですね。はい。 えー、お猿さんが、あれのね、えー、あれ。はい。あれと深く関係してるっていうことなんですよ。はい。しかもね、お猿さんに似てるものってすごい結構いろいろあって、あのー、お猿さんじゃなくてね、鳥のね、おと鳥、鳥ちゃんです。はい。えー、コケコッコの鳥ちゃんですね。鳥の塔というのもあるそうです。これがまたそっくりです。はい。 ええー、まあ、どちらもね、ええー、まあ、アフーのリカリカがメインみたいなんですけど、えー、今のところね、えー、この、なんていうの、猿のね、お猿のね、えー、この、とうとうがね、えー、あの、変異したという証拠はないそうです。はい、わかりますよね。そういうことでございます。はい、ええー、まあ、本当にお猿の、お ねお猿でしたらね、あの人には移りませんよということなんですね。はい、えー、これが、まあ、何を意味するかでございます。まあ、賢い方々は皆さんわかってますよね。あれですよ、あれ。はい。まあ、そういうことです。あのー、同じような感じのね、見た目でね、あのー、AI のね、D の S ですね。はい。A のね、頭痛ですね。 あれのね、えー、なんていうの、日和み感染症であるね、えー、カポジなんちゃらっていうのもありますからね、あれもそっくりですからね、見た目は。はい。えー、ちなみにね、あれをパクパク何度も食べると、その AI の d s を引き起こすって言われているので、関係性はあ多分濃厚にあるんじゃないかなと思っております。はい。ということでね、あれを食べてない人についてはね、 この、猿のあれはね、気にしなくても私いいんじゃないかと思いますよ。はい。まあ、そういうことです。はい。えー、まあ、こちらの方を、一応ね、トップページの方を貼っておきますので、はい。皆さん、あのー、申し訳ないんですけど、お手数なんですけど、おこちらの、ね、あのー、今話している内容のニュースがありますのでね、探してみてください。とん でもね、あのー、非常に詳しく書かれています。写真もついていますし、グラフもついています。はい、えー、そういうわけですのでね、どうぞ皆さん、あのー、ぜひぜひ飛んでいってみてください。またね、えー、こちらのね、えー、ニュース、はい、ニュースのブログですね。えー、ブログというか、ニュースのホームページですね、えー。非常に、あの、面白いニュースがたくさんあるので、えー、保存しておいてもいいかもしれません。私は、えー、一応ね、 えー、お気に入りに登録しております。はい。まあ、そういうことですね。はい。えー、そういうことで、えー、皆さんね、えー、どうぞお,お願いします。申し訳ございません。お手数かけてしまってね。えー、結構ね、こういうことがね、あるんですよね。<laughs> もう、まあ、英語のページだとね、特にね、あのー、全部内容がね、そのままこう書かれちゃう。 のでね、ちょっとあの、載せられないっていうことが生じてきます。はい。申し訳ございません。あまあ、と、とりあえずトップページだけね、えー、概要欄の方に貼っておきますので、えー、どうぞそこから飛んでちょっと探してみてください。よろしくお願いいたします。はい。沖縄、おばばでございました。ミッキーさーん、にゃんにゃー。ねかわいいですね。あかわいいですね。ね、えー、にっこりにゃ。